はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月前半のタロットリーディングと星の補足説明させていただきます。お願いします。では早速いきますね。カペラノートのご予約は本当にありがとうございました。11月末ぐらいにね、PDF は販売始めますので、もしノート版予約しそびれたという方はですね、11月末にちょっとだけ在庫があるかもしれませんので、またチェックしてみてください。いきましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ラバーズ逆、ソード4、カップ6、カップナイト逆、ワンド10、鳳凰、ペンタクルス8逆ですね。気をつけることや対策がソードの6とワンド5と、オラクルはペンタクルスのページ逆です。いかがですか。10月末ね、ちょっと相当お体しんどそうでしたけど、ちょっとは元気になったというか、ちょっとね休めましたでしょうか。まあ11月の前半も引き続きその星で見ると、体のこといたわってねとか、日常生活に注目されてるというか、日常生活を整えるのにいい時ですよっていうタイミングなので、引き続き健康やご自身を優先させながら過ごしていくことはできるかと思います。で、11月1日が、新月なんですよね。で、この新月っていうのはやっぱり生活を整えるとか、もしくは働き方を変えるっていう風に使いやすいです。活用しやすいので、もし生活の中でもうちょっとこう睡眠をちゃんと取りたいんだとか、休み欲しいんだとか、または自分にどうしたら優しくできるだろうかみたいなことをちゃんと考えて、それを意図するとかもいいですし、仕事でも毎日頑張ってはいるけれども、今月はこの11月は仕事の中でもこれを一つ気をつけようとかいう形で、何か一つ決めていただくと、その通りそのようなね流れになりやすいので、ぜひ意図してみてください。で、そして11月の4日から火星というね、バイタリティとか、こう切り開いていく力とか勇気というものが、移動していくよとか、コミュニケーションというところに入ってくるので、双子座の皆さんは人との関係性というのがすごく活発になってくるとは思います。注目されているのは自分の生活スタイルだったり、あり方だったり、健康のことに意識が向きやすいんですけども、でもすごく人との関わりが強い、あそこに行く用事があるとか、こっち行く用事があるとか、誰かから誘われてとか、次はこの会議があってみたいな感じで、すごく流動的に動いていく感じがありますね。11月3日以降もね、こうコミュニケーションというのが伊手座に入るので、それもまあ双子座の皆さんにとってはすごくいい刺激になって、こうな何かと人と関わる機会が多いなっていう感じがするんです。自分は自分のことをしっかりしたいと思ってるのに、こう借り出されることが多いとか、頼られることが多いとか、自分が引き受ける役割が多い、もうちょっと減らしたいんだけど、でも双子座の皆さんが器用でいろいろできるから任されちゃって、あ、じゃあもうやっときます、私がやった方が早いからみたいな感じでやってしまいそうな感じもありますね。ここでね、いろんな人が関わって、いろんな人も大変で、自分も大変だけど、ああ相手も大変だと思ったらもうやるかみたいな感じで、自分が役割を引き受けるみたいな感じもありますね。でもね、トータル的に見てすごく人との関係いいんです。いいですよ。なので、もし関わりたいという方がいらっしゃれば十分関われるし、例えばいろいろ普段はね仕事で忙しいとか大変だけど、ちょっと息抜きでね、愚痴を言える相手とか、ちょっと分かり合えるだけでもストレスって解消できたりするので、そういう意味で人との関わりはいいのでね、是非こう気を許せる人と関わってみてほしいなっていうふうには思いますよ。そしてそうですね、まあちょっと先の話になりますけど、11月22日以降ね、さらに関係性強くなってくるので、その前までに自分の整えるっていうのはいいことです。すでにもう前半から他者のために何かしてあげてるって感じがありますけれども、でも自分がやるべきことは前半のうちに、11月の前半のうちにやっときましょうねみたいな感じはします。そしてカードで見ると、入り口がラバーズの逆なので、何か始めたいんだっていう思いがあると思うんですね。自分の生活を楽しくしたいとか、もっと誰かに何かをしてあげたいとか、新しいものを取り入れたいって気持ちあるけど、でもいいのかなとかね、それどうやったらいいのかなっていう思いとか、本当にそれを自分がそれをしていいのかなみたいな思いっていう迷いですね。
未経験だからこそ迷うことっていうのがあるみたいですが、でもそういう気持ちになるっていうのはとてもいいことなので、何か新しい可能性を自分が受け入れようとしてるっていうのはとってもとってもいいことです。これはね、この11月の前半に限らず、やっぱり今年後半とか来年前半も引き続きある新しいスタートの時なんだよっていうエネルギーなので、やっぱりそれは常にあると思っておいてください。それが人によっては11月の前半に職場の中であるかもしれないし、例えば11月後半になってからこう人との関係の中でまた新しいことがあるかもしれないしっていうふうに、人生のどのシーンで新しいことが起こるかっていうのは人それぞれなんですけど、やっぱりそのエネルギーは常に感じていますし、カードにも出ています。ただそれをどうしようかな、今でいいのかなとか、もうちょっとしてからにしようかなみたいな迷いはあるみたいですね。まあそれはやはりその10月の末に出ていたような、まあちょっと休憩もしてねとか体いたわってねっていうのもあるので、まだ自分の中でその準備ができていると感じていないのであれば、ゆっくり休んでください。遠慮なくゆっくり休んでください。自分のタイミングで動いてもらったら構いません。そしてまあただカードで見ると、少し前からこう誰かが手伝いたがってるみたいなね、あのサポートは来てるっていう感じがするんですね。なので何気に声をかけてもらったりとか、じゃあよかったいつでもあの手伝いますから言ってくださいねとかね、何かあったら言ってねみたいな、そういった声かけがあったりとか、あのもしくは家族だったり子ども関係を通しての何かつながりだったりとか、そういうので実はヘルプのエネルギーは来てるんですけれども、双方の皆さんが頼っちゃダメだとか、自分でやらなくちゃみたいに思っているのかなって感じ、誰かからの申し出を素直に受け取っていないような感じがするので、受け取っていいと思いますよ。ここは一つっていうのはカードがそう言ってるからなんですけど、なんか誰かに優しくしてもらったりとか、純粋にこう受け取ることを疑っているっていうのかな、なんかもしその申し出を何かをしてもらったら自分も何かをお返ししなくちゃいけないとかっていうふうに思っていて、今そんなお返しする余裕がないから受け取れませんみたいにしてるかもしれないですけど、シンプルに助けたいとかね、力になりたいっていう方もいらっしゃると思うので、シンプルに受け取っていいんじゃないかと思います。でやっぱりその後にまたね、ワンド10ということで、また顔気づかないうちに頑張っちゃうっていうのがあるんですよね。で特にこの11月前半っていうのは、その健康のこともそうですし、日常生活のこともそうだし、仕事のことも何かこまごましたことを整えるっていうエネルギーが強いがゆえに、あれもやっておこう、あこれもやってしまおうみたいな感じで、こうちょこちょこしたものをいっぱいこう引き寄せやすいんですよね。でそれによってまたなんかいっぱいいっぱいになってるとか、またやることがいっぱいあるみたいな感じになりやすいので、本当にこう頼れるところは頼る、任せるみたいな感じにして、できるだけね無理しないようにしてみてください。でその後鳳凰ということなので、すごく何かこれは仕事を通してなのか日常生活 の中でなのか分からないですけども、すごく信頼をね勝ち得ますよっていうふうに言われてる気がしました。なので人との関係全然悪くないので、その中で自分の考え、自分のもう私はこう思いますみたいなとかね、そういう例えばさっきの、いやすごくありがたいんだけど今自分はもう何もできないからちょっとそれは受け取れないみたいなことを例えば正直に言った時に、そんなの気にしなくていいよみたいな感じでやってくれたりとか、何かこう人との関係の中で深い信頼感とか信用っていうものが構築できるような感じがするので、すごくそこは正直に示していっていいんじゃないかなって感じがしました。また家族とかそういう切っても切れないようなご縁の中での関係性っていうものがちょっと修復される感じもありますね。ちょっとこれまではなんか、まあ、例えばの話ですけど、こう夫婦間とか家族の中でなかなかこう分かり合えない溝みたいなものがあって、ああもう無理なのかなって思っていたけれども、違う視点から見たら、あこれってそういうもんなのかなとか、これって実はうまくいってるってことなんだなっていうふうに思ったりして、何かのそのとらわれから一つ自由になるって感じがするんですね。これ完全にその自分の思い通りの状況になるからとかではなく、自分のこう視点が変わるというか、思考が柔軟になって、ああそういういいこともあるなみたいな感じで思って、一つこだわっていたこと、自分を苦しめていた思考からちょっと解放されるような感じがします。そしてその思考でこうがんじがらめになっていた思いが外れることによって、淡々と日常をこなしていける、
余計なその自分を苦しめる感情に縛られることなく淡々と日常をこなしていけるっていうような感じがしました。だから何か自分を苦しめていた自分の思い込みや癖思考からちょっと解放されるんでしょうね。そして対策として言われているのが先ほど言ったなんかいろんな人 のエネルギーが交差してますが自分をしっかり保ってねっていうことと大変だわーって思ってるかもしれないけれどもちゃんと物事は進んでいってますよとちゃんと穏やかな方向に進んでいってますからねっていうふうに言われています。そしてやっぱりオラクルがペンタクスのページの逆なのでそのどれだけ進歩していってるかとかどれだけ進んでるかというのは自分では感じにくいと自分は必死だから後を振り返ってみないと どれだけ進んだかわからないみたいな今その、ね、進歩を感じながら進むっていうのは難しい今は自分のことで自分とか生活のことで必死だけどちゃんと今経験してることっていうのは自分のねかけがえのない経験となって蓄積されていってるんですよって感じがしました。それとやっぱりとても今の双子座さんを応援したいという人がいるような気がしますよ。今の日常の中にいるような気がします。まあそれは統一とかもしれませんが何らかで関わってる人ですねこれは、その中で力になりたいとか話を聞きたいとかなんかそう思ってくれてる人がいるんじゃないかなって思いますしもし今のその家族間とかすでに関わっている人の中でも本音で語り合いたいってね思ってる人が いるだろうしそうされたらより一層いい信頼につながるんじゃないかなって思いました。ちょっと仕事のこと見てますね。カップのクイーンカップページワンドのページということでそうですねなんか仕事に対しては変な言い方ですけどもう全力で頑張るっていうよりも少なめのエネルギーで頑張ってくださいって感じがしました。変な言い方ですよね。それはもちろんいやいや私はもう全力で 100% 仕事頑張りたいですよって人は全然頑張ってもらったらいいんですけれどもなんとなく全体的に見て思うのがその今その自分が何かの役割をこなすとか仕事をしてこう権力を得るとか立場を得るとかそういうことが今の双子さんに必要なわけではなくてそれやりたかったらやってもらって全然いいんですけどそうじゃなくて何かこう人とのつながりの中で許されていくとか満たされていくとか自分で自分を認めていくっていうことの方が何か大きな成長につながるんだなって感じがしたんです。でその中でのこの11月前半っていうのはその自分が役割を引き受けやすいから気をつけてねとか助けたい人がいる助けたいと思ってる人がいるからちゃんとシェアしてねとか頼ってねとかっていう感じがまあ一番のメッセージなんですけどその中で仕事って言った時にやっぱりその自分が仕事を通して満足したいっていう気持ちはもちろんあるもちろんあるんだけど何はさておきそこでの満足を得るためになりふり構わず仕事ができるのかって言ったらまだ仕事を通してそれだけのこう充実感とかやりがいを感じるっていうふうにはまだなんか炎が小さいって感じがするんですね。今からもっともっと燃えてからそれを感じてもらったらいいけど今まだちょっと炎が小さくてそこにじゃあそれをふってこう息でも吹きかけて炎を大きくするかって言うといやいやその前に他の人と関わって頼ってくださいよみたいな感じがしたのでエネルギーはちょっと低めに低めでいいんじゃないですかっていうのがちょっと私の感じたことです。ちょっと人間関係見てますね。あとこの後に恋愛に特化した動画もすぐ撮りますのでそれも楽しみにしててください。まずちょっと全体的なね人間関係まあでも今ねこの11月の3日以降もなんとなくポジティブな関係性っていうのが生まれそうですしカードで見ても全然人間関係悪くないんですけれどもただ人間関係っていうので見たらすでにある関係性を壊したくないっていう思いの方が強い感じがしますね。なんか新しいものが入ってくるっていうよりもなんか今ある関係性を壊したくないもしくは乱したくないって感じの方が強いかもしれません。良くしたいとか悪くしたいとかどうとこのっていうよりももう関係性でにおいて
揉まれるのは嫌っていう感じとか、もう人間関係のことに関して考えて悩むことすら嫌みたいな感じがあり、とにかく穏やかでいさせてくださいみたいな感じがします。で、ちょっとそこで思ったんですけれども、双子座の皆さんがそもそも備えているエッセンスっていうのは変わらないです。で、このエッセンスっていうのは誰もが持っていて、誰もがそのエッセンス同士で引き合うと思ったら、下手に無理に関わろうとしなくてもいいし、無理にそれを出そうとしなくてもいいので、ああなんか分かってもらえてないって思ったとしても、その時はそうかもしれないけど、また時が来れば分かってくれるかもしれないっていう形で、自分に素直に今を過ごすっていう形でしていただいたらいいかなというふうに思いました。うん、まあこれは全般的な感じですね。まあでも特に11月22日以降ね、また関係性では多分いろいろ出てくると思うので、今この前半は頼ってねって感じかな。けどそんな重たいと思われたくないとか思うかもしれないけど、いやいや頼っていいよっていう感じがしました。最後にもう一枚ちょっと見てみますね。はい、このカードを見て何か感じることがあれば、皆さんもぜひ直感でメッセージを受け取ってください。そしてどんなメッセージを受け取ったのかとか、よかったらコメントで教えていただけると嬉しいです。今からね、なんか予言があるみたいな感じがしますよね。弟子、何か決定していくとか、自分が決めたこと、これからの未来が垣間見れるよみたいな感じもしました。まあなんせ新しい流れの中にいますからね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。もし、はい、よかったらいいねボタン楽しみに待ってますのでよろしくお願いします。ということでありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。